はいどうも皆様こんにちは、グリードです。今日はちょっとラジオ的な動画になります。コールオブデューティーが新しいチート対策を発表して、それがかなり面白かったので動画にしようかなと思うんですけども、皆さん近年のチーター問題、あらゆるゲームで起きてるので、まあ、ご存知かと思います。このチーター問題は、まあ、今のゲーム業界で、まあ、一番と言っていいほどの問題かと思います。まあ、基本的に、チーターもカスドもはですね、いくら対策してもまたその対策を乗り越えて帰ってくるんですよね。なので本当にいたちごっこ状態。そして難しいのが、もう全ての企業が、ゲーム企業がチーター対策をできるっていうわけではないってとこですよね。やっぱりその企業によっては予算がなかったり人が足りなかったりっていう、チーター対策はそもそもできないっていう企業が大半かと思います。特に無料ゲームっていうのは課金でね、その収益を得ないといけないので、その中でサーバーを運営したりとかアップデートしたり、次の新作作ったりっていうことをねやっていかないといけない。特に最近はそのサーバーの、まあ、エネルギー代ですよね、それがすごく上がってるから、サーバーを維持するっていうだけでもものすごくお金がかかる。でその中でさらに、チーター対策のお金があるかって言われると、まあない企業が多分ほとんどかと思うんですよ。本当にね、今のそのゲーム企業、どのゲーム企業も頭を抱えてる問題かと思います。 COD のアクティビジョンももちろんね例外ではなく、チーターに頭を抱えてきました。 COD が発表した新しいチート対策を話す前に、ちょっとねざっと今までのCOD のチート対策の歴史みたいなのを話すと、まあ、まず最初にそのアンチチートシステムリコシェットっていうのが、まあ大々的にもう 3-4 年前に実装されて、その時はもうチーターどもになんかすごいね煽り文句を、ね、ツイートしながらの発表だったんですけど、その次にあのシャドーバンシステムによる、まあ、サーバーの隔離ですね、まあ、一定数通報が行くと、まあ、サーバーが隔離されて飛ばされるっていうシステムが導入されて、ただこの問題点は一般人プレイヤーもその腹いせで通報されると飛んでしまうっていうところだったんですよね。そのような対策をしてもやっぱりチーターどもはね帰ってくるんですよね。なのでついにチート会社をアクティビジョンは訴えました。そして損害賠償が4億円の支払い、約4億円の支払いになるっていうね、まあ、裁判で勝つことができたんですよね。だけど消えないんですよね。現実世界で犯罪者が消えないのと一緒で、チーターもまあ完全に消えることはないと思うんですよね。だからまあ基本的に戦い続けないといけないんですね。でその中で新しく発表された COD の対策は、まあ一つ例を挙げると、ゲーム内でチーターが検出されると、チーター視点からは他のプレイヤーが透明になるっていう。もうね、あの訴えてもねやっぱ復活してくるから、結構そのチーターどもに嫌がらせをする方向っていうね、そっちの方向も、ちょっと対策に入れてきたという感じで、ちょっと面白いところなんですけど、 COD はもうすぐ来るシーズン3から、あのウォーゾーンバトロワの方にもランクが来るっていうねことが発表されてて、で、まあ、それに備えて相当やっぱチート対策も力入れてるみたいです。でそのリコシェットっていうチートアンチチートシステムももちろん強化していくっていう。基本的にあのチートと判定されたアカウントは、まあ、永久バンになります。あとバンされたチーターのアカウントとよく一緒にプレイしてたアカウント、まあ、いわゆるブースティング野郎どもですよね、そういうアカウントも永久バン対象になりますっていう、まあ、そういうのはあの、ゲーム内のデータからチェックしてバンしますっていうことらしいです。さらにあのリコシェットチーム、チート対策チームですね、そちらの方で社内で使用する対戦リプレイ機能を開発して、まあ、そこからもデータを収集してチート特定の調査に活用するみたいです。まあ、なんか本格的にこのなんだろう、リコシェットチームっていうそのアンチチートチームが社内でしっかりとできたのかな、まあ今まであったのかもしれないんですけど、なんかよりこうウォーゾーンランクに備えて活発にやっていくよっていう感じみたいですね。 COD とウォーゾーンランクだけじゃなくて、全てのマルチのモードでもその、疑わしいアカウントは全部ね対戦データを収集するというらしいので、その辺はもう覚悟しておけよっていう風に言ってますね。さらにここからはちょっと面白い、そのチーターへの嫌がらせというか、チートをその無力化するアップデートも入るみたいで、これがあの3つあります。でまずそのチーター視点からその普通のプレイヤーが透明になる、チーターから他のプレイヤーが見えなくなるっていうシステム。
2つ目がチーターの武器が解除される、武器がもう何も持っていない状態になるっていうの。3つ目がダメージシールドって言って、なんかまあチーターのすごいダメージが検出されたら一般プレイヤーにこうシールドを貼るみたいな、オーバーシールドみたいな感じでめちゃくちゃ一般プレイヤーが硬くなるみたいなシステム、この3つを導入するみたいです。しかも現在公開されてるのはこの3つだけど、他にもねまだあるみたいなんですよね。なんか一体何を導入してるのか分かんないですけど、いやこれ非常に面白いというか、僕はちょっと期待したいところなんですけど、やっぱり基本的にバンとかしてもやっぱアカウント作り直してくるじゃないですか。だけどこういう、なんだろう、まともにプレイできない無力化する措置っていうのは、やっぱりチーターがこうまたアカウントを作ってまでやる気をなくさせるというか、まあ、そういう方向に持っていけるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。以上が COD が新しく発表したチート対策の内容なんですけど、ただ もちろん皆さんわかると思うんだけど、ただチーターが完全になくなることはもうやっぱないと思うんですよね。いくら対策してもやっぱりまたなんか新しいチート抱えてくる。だからずっと対策し続けないといけないと思うんですよね。だから正直すごく大変だと思うけど、なんか COD のアクティビジョンさんはチート会社も訴えたし、アンチチートチームを作ってるみたいなんで、ちょっとそこは期待してね、少しでもまあチーターが減る環境になることを祈ってね、応援しましょう。だからね、なんか COD 何もやってんじゃねえか、チーターいるじゃねえか、どうなってんだよ運営みたいな風に思っちゃう人もいると思うんですけど、一番悪いのがチーターですからね。一番悪いのはチーターだし、現に運営はチート対策今頑張ってるので、本当我らは応援しましょう。いっぱい課金したりとかして。そしてもう一つ発表があったんですよね。でこれはね、チートじゃないんだけど、まあいわゆるあれですよ、コンバーターですよね。コンバーターを検出するデバイス、機能を追加したらしいです。まあコンバーターっていうのは、まあご存知の方いると思うんですけど、まあ基本的にその、まあ、コンソール機に、まあ、そういうコンバーターというデバイスをつないで、マウスとかをまあ使用できてしまう、変換するまあ機器なんだけど、まあ、基本的に不正デバイスです。で、まあ、キーボードマウスをコントローラーと誤認させて使ってる。でなのでエイムアシスト付きのマウスが使えるっていうね、マジで凶悪というか、もう本当にまあチーターと一緒ですよね。本当に不正デバイスなんだけど、それを検出する機能が追加されたんですけど、まあ、これは正直コンバーターが消えるのかって言われたらちょっとまだわからないっていうのも、コンバータのキーマウってあんま海外にいないんですよね。これ、まあ、日本の悪いところだと思うんだけど、キーマウコンバータってマジで日本ばっかなんですよ。だからあんまりその海外産の FPS でそのキーマウコンバータが問題視されてないんだよね。だから今までそういうコンバータ対策みたいなのを海外の企業が取ったことがないんですよ。だけどなぜアクティビジョンが今回そのコンバータ対策ね、検出機能を追加したのかっていうと、背景にあるのは COD の世界大会が、プレステで行われてた時なんですよね。だからもう5、6年とか結構前になるんだけど、 PS のコントローラーっていうのは基本的に有線にしても無線接続なんですよね。で世界大会のプロプレイヤーの間で PS コントローラーの遅延がひどいっていう話になって、かなりやっぱりプレイに支障が出る、そして有線接続もできないっていうので、かなりこうね、運営側に不満の問い合わせが入って、そこで出てきたのがコンバーターの、クロノスっていうデバイスで、それをつなぐことによって、まあ、有線接続になって遅延もめちゃくちゃ減るっていう機能があったんだよね。だから COD の間でそのクロノス、まあ、プロプレイヤーも使ってるし世界大会でも使ってるからっていう理由ですごく普及したんですよ、コンソールの間で。まあ、海外の話なんだけどね。で僕も実際に世界大会で使ったことがあります。で、ね、すごい遅延減るのよ、そのコンソールなのに。ただそこまでだったら良かったんだけど、そのクロノスになんか、連射とか、あとリコイルが減るような変な機能もついてるのも出ちゃって、まあ、それがまあ不正デバイスだよねっていうことに今回なって、まあ、コンバーター、まあ、検出機能がゲーム内に追加されたんですよね。だからね、そのキーマウコンバーターのために実装したっていうよりは、まあ、海外で流行ってるそのクロノスと、その、まあ、リコイルのなんか変な機能とかを防ぐための実装なんですよね。だから日本にすごくはびこっているキーマウコンバーターが使ってるコンバーターに対して効果があるのかって言われたらちょっとまだわからないっていうところなんですよね。まあでもまあどういう仕組みで動くのか、このね
検出機能が動くのかわからないけど、なんかゲーム内だとその不正デバイスが確認されましたみたいに表示されるっぽくて、まあワンチャンどのコンバーターにも効くのかなっていう感じなんですよね。まあここは何ともまだ言えないとこですね。でも非常にまあ、この問題は、本当にキーマンコンバーターってマジで日本だけに異常に多いから恥ずべきことだと思うんですけど、まあ海外にもキーマンコンバーターは少なからずいるので、まあそれも含めてね、規制されていくね機能が追加されるだろうと祈りましょうっていう感じです。まあ以上が今回 COD のそのね発表だったんですけど、まあ僕が伝えたいことは COD も運営もやっぱ頑張ってます、てかどのゲーム企業も頑張ってると思います。まあ、さっき言った通り一番悪いのはチーターとコンバーターなので、僕たちはゲーム運営を本当応援しましょう、いっぱい課金しましょう。というわけでお疲れ様でした。まあ今日はこんな感じのラジオ動画だったんですけど、またなんかこんな感じの面白い、まあ海外情報とかあったら動画にしようかなと思うのでよろしくお願いします。ではチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。バイバイ。